回のタイトルは、プラン B 氏、ビットコイン BTC は 500% 以上爆発する軌道に乗っているです。ぜひ最後までお付き合いください。 S2F モデルで知られる人気クオンツアナリストのプラン B 氏は、主力暗号資産のビットコインに対して強気のセンチメントを示しています。暗号トレーダーのベンジャミン・コーウェン氏との新しいインタビューで、プラン B 氏はデジタル資産取引所 FTX の崩壊により、暗号に対する現在のセンチメントは弱気ですが、次の半減規模にビットコインが10万ドルに達したとしても彼に衝撃を与えることはないと述べています。プラン B 氏によると、ビットコインの大規模な上昇を引き起こす可能性のある触媒には、ロシア・ウクライナ戦争の終結や金融政策の緩和などが含まれるとのことです。プラン B 氏が提唱する S2F モデルは、現在の価格をその供給が生成される速度と比較することによって資産の価値の変化を予測するものです。暗号市場が底を打ったかどうかについて、プラン B 氏は次のように述べました。弱気市場の底は史上最高値から約1年半後に訪れます。そして今日現在も含まれます。2019年、2015年もそうでしたし、2022年の今日もそうです。上昇というのは半減期から始まるのでもなく、半減期以降から始まるのでもありません。弱気市場の底を打った時から始まるのです。それは今日かもしれませんし、来月かもしれません、あるいは3ヶ月後かもしれません。しかしそれは必ずやってきます。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。